ってみるか。これでどうだ。ちびっちゃな、なに赤ちゃん。なに赤ちゃん。僕赤ちゃんじゃないの。このそのちっちゃいボールが、ボールに赤ちゃんがあるの。ボールが赤ちゃん。赤ちゃんってどういうこと。可愛いって意味。そう。赤いの。おバカってこと。おバカってこと。赤ちゃんっていうの。ほいじゃ先生赤ちゃんだ。あなたは赤ちゃん。あなたはリコさんだ。あなた赤ちゃん。違う。赤ちゃんってどういう意味。え、ちっちゃいだ。小さいとか限らないよ。それはあなたちょっと誤解だよ。見た感じは小さいけどね、あなただってこれが大きい人なのかもしれないじゃん。でしょ。だから小さな赤ちゃんっていうのは、まあ確かに赤ちゃんは小さいけども、小さいの赤ちゃんっていうのはおかしいと思うな。わかるか。赤ちゃんは小さい、それは正しい。でも小さいのは赤ちゃんとは言わない。そうでしょ。わかる。じゃ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 、わかるかな。これ赤ちゃん。僕は赤ちゃんじゃない。もうおじいちゃん。シロちゃん。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん。おばあちゃんじゃないの。じゃあ行くよ。おじいちゃん。もう言わない。このボールはこのね、まあ普通の言い方するとバランスが取れてませんって言いますけども、ちょっと小さすぎますね。これぐらいならいいね。でもこうすると子供が大きすぎますね。こんな小さなボールではサッカーはできませんね。でもこんな大きなボールではサッカーできるでしょうか、できないでしょうか。できる。できない。できない。ねえ、大きすぎてね、足で蹴ってもね、足が痛くなっちゃうもんね。じゃあ今度はこういうお話。昔々あるところにお家がありました。遠くに山がありました。お空には紫色の雲が浮かんでいました。そこへある日子供がやってきました。テク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 、あ、綺麗なお家だな、このお家の中に入ってみようと言って、子供はお家の中に入っていきました。こんにちは。誰もいませんでした。本当はね、誰もいないお家に入ってはいけないんだけど、ここは何かこう休憩所みたいになってたのね。こんにちは。わー、綺麗だな、こういうところでお弁当食べると美味しいかななんてね、子供思ってました。こんにちは皆さん、僕今ねお家にいるんだよ。こんにちは。子供はとっても楽しそうでした。そして子供は出て行きました。バイ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 。ところがね、この子供がね、すごくこれからね大男になりますから、見ててくださいよ。大男になるよ。今度は子供が大男になるお話です。子供がやってきました。遠くからのし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 、わあ、遠くがよく見えるな。よし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 、こんな大きな子供がやってきたのです。そしてお山の上に立って言いました。おや、あんなところに小さなお家があるぞ。誰のお家なんだろう。大き、僕は大男だぞ。よし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 、子供は山の上を歩いて行ったのです。よし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 、僕は雲よりも大きくなってやると言って、子供は雲の向こうを歩きました。ぬし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 、じゃあ皆さん、僕は大男だぞ、バイバイと子供は雲の上で言いました。大きくなったでしょうね。え、すごい大きい人ね。それじゃあ今度はこのような話。ここにサッカーボールがあります。子供がやってきました。で、ボールを蹴るよ。トトトトトトブン、ちょっと大きいなこのボール。トトトトブン、大きすぎて蹴りにくいな。するとそこへまた別の子供がやってきました。トトトトトト、ちょうどいいくらいだな。ポン、ヒュー、そこへもう一人の子供がやってきました。トン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 、ポン、ヒューと、ボールはどこかへ行ってしまったのです。今度はクジラです。クジラは大きいのか小さいのかな。大きい。何？大きい。そうだね、今子供はクジラの背中に乗りました。わあ、クジラさんって大きいんだな、ごめんね、背中に乗せてくださいねとクジラさんに言いました。クジラさんは優しい動物ですから、いいよって言いました。
僕はクジラの背中に乗りました。クジラさんって大きいんだなと思っていたら、今度はこの子が背中に乗りました。クジラさん背中に乗るよ、君はクジラの子供かな。そうだよと言いました。ちょっと重いけどごめんねと言って子供は背中の上に乗りました。ところが今度はこの子がクジラさんの背中に乗ったのです。わあクジラさん背中に乗せて、だけど重いよ、重いからあった苦しいよ、ごめんごめんちょっとだけだから早く降りてくれ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 、今のクジラ語で言ったんだよ、知ってる？クジラの言葉知ってるの？あなた知らないの？クジラでね、桜田さんのことなんていうか教えてあげようか。桜田さんって、本当だよ、伊藤さんってこんにちは、聞いたことない？こんにちはってのね、こんにちはって言うの。さあクジラさんは大きな子供乗せたんじゃなくて、クジラさんのこれは赤ちゃんだね。こういうの赤ちゃんって言うんだよ、クジラさんね。じゃあこれはお家です、これは僕のお家です、とっても大きなお家です。皆さん僕のお家大きいでしょう、ここが窓だよ、テク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 。すると次の子がやってきました。皆さんこれが僕のお家だよ、まあ普通の大きさだけどね、テク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 。今度はこの別の子供がやってきました。皆さんこれはね、僕のね飼ってるね犬のお家だよ、犬小屋だよと言いましたね。犬小屋だからそんな大きくないね、犬が住んでるもんね。よし、さあブランコに乗ります。まず一番この子が最初に、この子が乗りました。ブランコ乗るよ、よいしょって腰掛けて乗りました。でも大きすぎて、このブランコ僕には大きすぎるよ、ブラン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 。すると今度はこの子が乗りました。じゃあ僕は乗るよ、よいしょ、ああちょうどいいくらいだな、ブラン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 。ところが今度はこの子が乗りました。僕は乗るよ、うわこれじゃあ僕乗れないよ、このブランコ僕には小さすぎるよ。でも男の子は座って乗ろうとして、よいしょちょっと小さいな、頭が当たっちゃうよって言いましたね。このブランコは大きいのかな、小さいのかな。大きい。そうとは言えないでしょう、そうとも分かんないで、え、小さいとも言えない。このお家は大きいのかな、小さいのかな。大きい。そうとも言えない。普通。じゃあこのクジラは大きいのかな、小さいのかな。大きい。大きい？小さい。これ難しいですね。このボールは大きいですか、小さいですか。小さい。何？ちっちゃい。ああ桜田さん、小さいってごらん。小さい。そう、あ、赤ちゃんの人がね、ちっちゃいっていうの。そういう人はね、これ使うと治るんだって。貸してあげようか。これお口、僕ね使ってるんだけどね、おいしい。まだ使ってる人いる、これ。腰掛けて知ってる？この前聞いたらね、この丸い方がね、上だったかな、下だったかな、どっちこれ？こっちが上下？こう？そう。こう？そう。どっちなの？こう？そう。こうやってんの？違う。どっちしてんの？あなた。そう。あなたこれ、このちっちゃいなんて言ったら、これお口入れてあげる、治るから。こう？その深刻な顔して見ないで、貸してあげるからね。あなた使わなさいよ。じゃあね、小さいって言うな、みんな言ってあげよう。小さい。大きい。小さい。もっとたくさん出して。小さい。大きい。声出してない。大きい。みんな、僕、OK なんて言ってないもん。大きい。大きい。そう。小さい。その方がいいのに、かわいい。小さい。
大きい。いや、じゃあ今度はこんなお話です。僕のお家を見てください。僕のお家はね、こんなお家です。僕のお家は、今近くにあります。でもお家がどん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 遠くへ行きます。お家が遠く行くんじゃない。ごめんなさい、間違えました。ね、今ね、僕はね、お友達の家で遊びました。そしてお友達に、今日は一緒に遊んだからね、もう帰るからねと言って帰っていきます。バイバイ、バイバイ。友達は言いました。また来てね、また来るよと言って僕は帰っていきました。帰っていくとだん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 お友達のお家がこういう風になりました。バイバイ、また来るからね、また来いよ。まだお友達のお家が見えました。だから僕はまた大きな声で言いました。バイバイ、また来るからね、またおいでよ。もっと遠く来ました。もっと大きな声で言いました。バイバイ、また来るからね。するとお友達も家の中で言いました。また来てね、また来るよ、バイバイ。お友達と別れました。このお家どうしてだん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 小さくなっていくの？遠くに。うん？遠くになると小さくなっていくの。うん、なるほどね。本当小さくなるように見えるだけだね。家の方が大きい。え？家の方が大きい。家の大きい。じゃあ今日は一枚だけお絵描きするからね。みんな鉛筆を出してくれる？鉛筆持ってる？じゃあ亜子さんこれ一枚描いてくれるかな。今日はこれから皆さんにお絵描きをしてもらいます。一枚紙を用意してください。もし上海の、工藤君見ててくれたら紙を一枚用意してくださいね。鉛筆持ってる？これ横にして描いてくださいよ。横にします。じゃあいいか、鉛筆出しましたか。これからお絵描きをしてもらいます。鉛筆出して。鉛筆いいよ、ゴミはそこの中に入れておけ。大丈夫？よし、じゃあ皆さん鉛筆と紙を用意しましたか。はい、はい。じゃあそれでもいいよ。これから先生が言ったものをそこに書いてもらいます。でも約束が一つあるけど守ってくれる？うん、守ってくれる。ありがとう。隣の人の真似をしないこと、自分で考えて書くこと。いいね。自分で思ったのを書いてくださいよ。でも次に何を書くかは言いません。お母さん、じゃあ行きますよ。じゃあこの紙にね、お話をよく聞いて書いてくださいよ。大きな山を一つ書いてください。しして横見ない、横見ない。鈴木さん横見ない、下向いて。大きな山を書いてください。あなたの考えた山を書けばいい。お山を書いてください。書いた？それでいいの？それで。じゃあ次に行きますよ。その絵のどこかに、横見ないぞ桜田さん、いいか。川が、川って知ってる？溝が流れてる川。川が流れています。川を描いてください。川を描いてください。横見ない、横見ない、横見ない。自分で川を描く。川を描いてください。川を描いてごらん。お水が流れてる。じゃあ川を描いてください。横見ない伊藤さん、自分で考えて描く。いやー桜田さんも横見ないの。いいよ、それでいい。自分で描くからこの家、いい絵なんだから。人の真似なんかしたらつまらんでしょうね。人の真似をするってことはね、時間の無駄なんですよ。人生を無駄にすることになるんですよ。わかるかな。描いた？じゃあ次行くよ。お家が一軒あります。その絵のどこかに